よう新人ハンターちゃん、最強の戦わずしてダメージを稼ぐ戦闘方法って知ってるかい？へへこいつがあればよ、苦手な古竜なんかも開幕でダメージを稼ぎ放題ってわけよ。敵はラード違うなんだっけあバゼルギウス。さあまずここは戻りでも使えませんからね。まず隠れ身の装いを着ません。はい、セクシーな後ろ姿を見せた後にまず隠れ身の装い、そしてトゥ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 アイテムがマックスで、あそうだこれ飲んどこうね。鬼人薬グレードと効果薬グレード、効果はねあんまり強くなさそうに見えるけど実は結構な効果になっていますんで、アイテムがある人はぜひ。あれ毒煙玉なくない？忘れてきたという夢を見ましたが、一体何が行われるんだ。そう、そこはあくまで残虐非道の限りが尽くされるといったところ。彼はバゼルギウスは未だに気づいていない、またこの私に、まあ、ちょっとこれ闘技場だけど、闘技場はねまた別のやり方がありますけど、こういうのね起動レバーとかね、一応それは立っておくとしてどこでも使えるということで片手剣でやっているという話を。さあまず毒が彼を襲う。あっと毒の効果が出ませんね。毒の効果うまいこと相手がバックするとこ狙って投げていくと、毒が入ってしまった。毒煙玉4個によりダメージが入り、32ダメージが加速されていく。これで合計でなんぼですかね、合計で結構なダメージが入ることになります。まあ、モンスターによって違いますけども、1回のダメージが32だと多分ね20回ぐらい入るから600ダメージぐらいになりますかね。そうです、隠れ蓑を使って毒を当てることによって彼は知らずして自然の掟で弱って倒れていく。ハンターが手を出さなくても倒せてしまうという所存だが、今回はあくまで狩り、この隠れ蓑を使った上で、もっと切れちゃいましたね、切れちゃいましたね。450ぐらいか、450ぐらいか。さあ爆弾を当てる時のコツといったところでしょうか。普通に当てるとこの通り動き回っているので非常に当てにくいが、しかしやはりね、睡眠させてから爆破したのではしょうがないというわけで、まず1回オータル爆弾をここに置きます。おっと、オータル爆弾を先に置いてしまっては、あの先にやつをここに誘導することができるんですね、できるんですね、できるんですね。ちょっとごめんよネズミ男くん。さあこれにより彼はこっちへやってきます。おっと、オータル爆弾のそばに来てしまった、ある爆弾のそばに来てしまった。そして戦いのゴングが鳴る。この時点で彼はもう1000ダメージ近いダメージを受けていることになります。そしてここからですよ。おっと、ナイスな攻撃だ。なんでしびれ罠か。まあまあそれはいいでしょう。さあこれでさらにぶっ、くたばれ、なんでじゃあ、なんで当たらないんだ。だが彼にはこういった問題もつきものといったところでしょうか。私の武器は睡眠片手剣、そう貴様はまずこの睡眠片手剣により一つ眠ることとなります。まずは眠ってもらおうか。防御力は作りたての防具でな、全然効いていないでな。なんで毒が効くか睡眠が効くか、それによってだいぶ戦術も変わってきます。おっと寝てしまった。そこで完成させられるのがこの、あれなんでオータル爆弾 G 作れないの。作れるやんなんでだまあええでしょう。オータル爆弾 G をまずセットします。がしかし待てよ、そうオータル爆弾 G ではなく私はこちらも持ってきている。今回は寝ているでな。この通りしっかりと毒をやつの体に
染み込ませていく。起きてしまった、染み込ませろ。よっしゃ、くらえ。ちょっと待って、あー大破爆発だ。石を持っていればぶつけることが可能だったということですが、まあしょうがないですね。石持ってなかったんでね。さっき猫が全部悪いですね。猫がしびれ罠を置いてしまったために私のムーブがね変わってしまった。こっち向きました。くらえ。これでお前はすえちょっと、バゼルギウスさん、バゼルギウスさん、あと一歩踏み込みましょうよ。どうしてあんたはそうやって一歩が踏み込めないんだ。くらえ。大丈夫、あともう一回ぐらい余裕で寝る。猫の睡眠もついてますからね。あともう一回ぐらい余裕で寝ますよ。くらえ。この片手剣は睡眠が、ちょ待ってください待ってください。この片手剣は状態じゃ、やろてめえ。こいつまだ怒ってねえな。怒ってねえが、しかしよ、寝かせてしまおう。怒ってなかったらもう一回ぶつけたいところだが、ここは闘技場。まあこういったね、常にハンデを背負うことによって、まあ言いたいことは特にないですが、お前寝ろって言ってんだろうが。ハンデその1、寝ろって言ってるでしょうが。おっと、寝てしまったか。さあ、先ほどは手加減し、ちょっと毒煙玉を打つのが遅かったが、ここで毒煙玉をしっかりと高速で打ち放っておく。おっと、これでまたダメージが増えてしまいますね。そして石を拾いに行こう。石はどこだ。石はこの辺にあったぞ。石はすぐ復活しますからね、ゲットしておきましょう。そしてやっぱり大樽爆弾 G が作れないんだけど、なんでこっちからしか作れないの。なんか間違ってる。大樽爆弾 G 作れますね。なんか不思議なことになっていますが、何かに気づいていないんでしょうか。さあ、ここに大樽爆弾。ちょっと待てっつってるだろうが。なんですぐに起きちゃうんです。なんですぐに。起きちゃうんです。さあ、こう倒れましたね。このチャンスを逃す手はない。圧倒的睡眠片手剣で睡眠ダメージを与えていく。さあ、この時にさらに必要な攻撃があります。それがジャンプ攻撃。まずね、慌てずにみんな、おっと、ナイス猫。この瞬間も慌てずに睡眠を叩き込んでいく。そう、忘れてる。みんな忘れてますね。隠れ身の装備があるんです。なんでそんなまひるの。ネズミ男さん、どうなってんの。チートですか。チート行為ですかね。さておくとして、やつがまひを使い、そして私はこの通りゆっくりと、この全てのモンスターの目線から隠れる隠れ身の、これを使って毒煙を当てていこうとしましょうか。そう、早く投げることによってその辺が、ちょ、危ねその辺が全て毒煙玉の煙に満たされ、お前はどこにあがいてもおっと毒になってしまうという、そういったスキルを持っているわけですね。そしてなぜかこちらから調合するしかない大樽爆弾 G を調合させてもらおう。なんでだろうな、なんかマクロ間違えたかな。さあ、そしてこいつが切れる前に気をつけて、止まっているとやつは疑い深い男だ。疑ってきますよ。さて、ほらどうだ、ここに爆弾があるぞ。石を毎回拾いに行く。石、マップ上に実際はありますけどね。ちょっと待って、なんで怒ってんだお前は。すぐに切れるんじゃないよ。危ない。よーし。さあ、移動してしまったが関係ありませんね。お前やめろ。あー、バカ誰が。貴様、どうしてそういうことをするんだ。まだ俺見つかってないな。なんか知らんけど
まだ見つかってないですね。左下が紫色になってますね。どういうことですか？私はもしや完全なる、見つかった。今回は毒煙玉を忘れてこなかった。そろそろ全身に毒が回り、体の自由が効かなくなってくる頃合いだろう。いい場所だな。背後にあるなら、背後に対して、お前バックしないんか。背後に対してこの形で追い詰めていく。お前。お前は絶対逃げることはできない。どうしたどうした、ジャンピングホッパーちゃんや。ジャンピングホッパーちゃんや。私はね、お前を絶対に許しはしないんだよ。特に恨みはないがね。食らうがいい、食らうがいい。どうだ、あ、毒が入ってしまいましたね。毒が入ってしまった。そしてオータル爆弾をここに置いて、ここに置いて、ちょっと待って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 。そしてあのバカタレが、お前よりによってあんなところじゃ絶対無理じゃないか。かかっ、こっち来い。オータル爆弾地、オータル爆弾地、聞いてるか、こっち来てくれ、こっちに。私はしっかり待って、毒ダメージを食らいながらこっちに来るがいい。どうです、お、そこにはキツ様の大好きな、あった、爆発に巻き込まれた。お、今です。この瞬間をしっかりとチャンスとしてもらっておこう。じゃあここからは普通にこのベテランハンターイカレタコスケの実力を見せる時が来たようだな。くらえ、ベテラン猫アタック。こっからはベテランハンターイカレタコスケの、あっと何にも見えん、何にも見えんぞ。んだがよ、私にはこれがある。あー、すごい爆発だ。すごい爆発だぜ。156ボア。よう、新人ハンターちゃん、最強の戦わずしてダメージを稼ぐ戦闘方法って知ってるかい？へへ。こいつがあればよ、苦手な古竜なんかも開幕でダメージを稼ぎ放題ってわけよ。というわけで、昨今ね、モンスターハンターフリープレイなんかで戻ってきてる人とかね、新しく始めた人もいると思います。マスターランク、まあ、開幕ね、敵が強いので、まあ、開幕っていうか、まあ、中盤以降特にね、硬かったりするんで、武器が揃ってない時にはこれを装備しておくといいかもねっていう装備をご紹介。レイヤーシリーズを2つ付けることによって、メスカリュウの神髄というのができます。これね、モンスターに与える毒の効果時間を高めるというものなんですが、例えば30ダメージ10回与えるところを12回とかね、そういった効果があります。それから R ロックシリーズ。これガチャガチャを回すことによって、なんだっけ、蒸気機関のガチャガチャを回すことによって手に入るスチームチケットで簡単に作れるんですが、まあ、中盤ぐらいまで進めないと素材一応足りてなかったかな。ボマーの限界突破ができて、本来だったらばボマーさんで 1.3 倍のところをさらに 1.5 倍にできるので、睡眠属性と非常に相性がいい。このセット。で、武器は睡眠系。で、まあ、五石を私は睡眠つけてますけど、これはね、装飾品と要相談、隠れ身と加護の装備を装備してます。で、スキルの方は、ボマー5、毒属性強化4、睡眠属性強化4、体力増強3、破壊王3、早食い3、整備3、匠2、その他、もろもろとなっております。装飾品の方はこちら。まあ、難しい弾があるように見えますが、実際のところ、簡単な弾だけで構成できるようになっていますんで、私たまたま匠がね、匠系があったんでこれつけてますけども、この通り、まあ整備があるとね、まあ早く回るかなと。この装備だと整備が1個あるとね、早く回りますと。で、早食いだけね、つけないといけないんですけども、まあこれも3個なくても大丈夫。体力増強に関しては1個あれば大丈夫と。あとはまあ余ってるところには火力を入れるなり、なんなりかんなりというのがよろしいかなと思います。強いて言うならこの毒樹か、毒樹系が2があるといいので、まあ、なかった場合は、他のものと、要交換といったところですね。飛燕、匠なんかは、まあ、余分ちゃ余分の部分なので、この辺に入れてもいいかもしれません。回れ回れ、やれ風車、また同じ場所へ帰って。揺れて揺れて、果て間な心、君は知らない。